お嬢さん、本気でここに行くつもりなのかね。そうですけど。何かあるんですか。そのあたりだと、あそこ一軒きりだから間違いないと思うんだがね。そこのお屋敷にはあるんだよ。何が。いろいろな噂がね。確か10年ぐらい前だったか、住んでいた家族が神隠しにあって消えてしまったとか。引っ越ししただけなんじゃ。いやいや、実は殺人事件があったなんて噂も立ったぐらいだよ。嘘。本当さ。とはいえ、その家のお嬢さんが訪ねてきたってことは、噂は噂に過ぎないってことかな。まったく、脅かさないでください。すまないね、からかいがいのあるお嬢さんなもんで、ついつい。もう、駅員さんがお客をからかってどうするんですか。そうでもしないと暇で暇で。ところで最近は座敷わらしを見たとか、狐に化かされたとかいう人がいるらしいんだがね。その話はもういいです。そうかね。隣町行きのバスに乗ればいいんですね。その通り。今日はもう無理だがね。は？さっきバスが出る音聞こえなかったかな。いや、ちょっと前なんだけどね。もしかして。そう、最終バスの遠ざかる音だ。まだこんな時間なのに。何分田舎なもんでね、山向こうの町まで行くから終点までは結構かかるんだよ。第一、利用者もいないし。お嬢ちゃんは今どうしようかと思っている。思ってます。私に良いアイディアがあるんだがね。いいアイディア？この駅には宿直室なんて洒落たものはないし、老いたり枯れたりとはいえ、男ヤマメの家に引っ張り込むわけにはいかんから。いかんから。旅館を紹介してあげようじゃないか。旅館か。なーに、私が口を聞いてあげるから、飛び込みの未成年でも大丈夫さ。宿泊費だってそれほどかからないはずだよ。でも
もバスがなくてもなんとかなるんじゃないかと。歩くと大変だよ。道は悪いし暗いし。いるけど、呼んでほしいのかい？お願いします。じゃあ、電話をかけてくるから。誰も来ないと思うけど、少しの間ここ頼むよ。今から配達する予定？そんな腐るようなものじゃないんだから、後でもいいだろうに。なんだったらトランクに積んでいけばいい。ああ、そうそう。それじゃ頼んだよ。お嬢さん、話はついたよ。明かりの全然ないとこだしな。でもまあもうすぐだよ。バスならさっきのバス停で降りて、ここの森は歩きのところさ。あ、タクシーにしてよかったかも。それを言うのはもうちょい先かもな。え？さ、到着だ。このヘミ塚で鎮守の森のお化け屋敷って言えばここしかないから間違いないな。お化け屋敷。さて、お客さん、どうするんだ？え、どうするって？目的通りのここまででいいのか？他の場所までまだ乗るつもりか？大丈夫です。ここでいいです。
話になりました。いいってことよ。じゃあ俺は引き上げるけど、何かの折には大友タクシーをよろしく。大丈夫ですか、お姉さん。お花が何かしたりしました？噛みつかれたりしましたか？平気平気。ちょっとびっくりしただけだから。へえ、その白い子はお花ちゃんって言うんだ。何か面白いことが？なんでもないよ。別に何でも。そうですか。それでですね、お姉さん。ん？お姉さんはどなたです？あ、それは私も聞きたいかも。ここ一応私のお父さんの家らしいんだけど。ちょわ！旅の荷物をまとめたらすぐにも出ていきますですよ。はい。住居不法侵入に関してはこの通り。平謝りに謝りますんで、どうか勘弁してください。誤証ですから、警察とか裁判所とか保健所の類いには通報しないでください。別に住んでたことはどうでもいいんだけどね。ずっとほったらかしだったし、掃除してくれたりしたみたいだし。はーい、助かります。恩に来ます。だけどね、つづらちゃん一人でしょ？そんなことはないですよ。じゃなくてね、保護者がどうのこうのって話なんだけど。
家の人とかに許可もらってる？どうなの？許可というか、そういうものは。じゃあまだ小さいんだし、お父さんとかお母さん心配してるよ。ないですよ。え？ケロ姉さんの心配こそご無用ですよ。我が家の家風は弱肉強食ですから。へえ。それで私も一人旅と相なりましてですね、今ではこの通り道連れもいるわけですが。予定はどこまで？予定ですね。予定はいつまで？いつまででしょうね。1日2日と経つうちにだんだん疲れてしまいまして、ついふらふらと見つけた空き家に引き込まれてしまったという次第であります。私は追い出されてしまうんですかね。ふう、夏休みの間中いてくれてもいいよ。なんなら私も付き合うよ。はい。学校始まるまでの辛抱だもんね。二人でならきっと強く生きていけるよ。だはははは。お手柔らかにお願いします、大家さん。うん、頑張ろうね。